原部長、それではよろしくお願いいたします。背番号21番ゴールキーパーの牧小春です。今日はよろしくお願いします。背番号27番ディフェンダーの森空です。よろしくお願いします。 WE リーグに所属するチームでプレーできることと、そしてそのチームでプレーチャレンジできることをとても嬉しく思ってます。と自分の強みがクロスだったりハイボールへの対応なので、とチームが苦しんでいるときにとチームを助けられるプレーをして、とレジーナの強みである速い攻撃につなげられるようなプレーをしたいです。このプロリーグができて、とそのプロリーグに対して目指すその小学生だったり中学生のサッカー少女がいるので、と自分と私はそれに対して憧れを持たれる存在にならないといけないなという印象を持ちました。私が高校生の1年生の時に背番号21番をつけさせてもらったので、と高校1年生でと一番下の立場でプレーしてたので、とチャレンジする気持ちで1年間プレーしていたので、レジーナに入ってからも同じようにと恐れずにチャレンジしていきたいと思ってます。自分は高校からいきなりそのプロっていうリーグに、プロである WE リーグに参加させてもらえるっていう嬉しさがとてもあります。と高校の時から両足のフィードのキックっていうのとヘディングを自分のストロングポイントとして持っていて、とレジーナではとバックラインからの積極的なサイドチェンジとかのプレーをしていきたいと思っています。とサンフレッチェファミリーの皆さんにとまだまだ未熟なんですけど、自分の持ち味のプレーができるように頑張っていきたいと思うので、応援よろしくお願いします。おはようございます。はい、キクワルです。まだまだ未熟なので、足りないところもあるし、迷惑かけることはあるかもしれませんが、よろしくお願いします。